いやー、こんにちは。こんばんは。おはようございます。どうもノーミルク佐藤でございます。まあ、午前中にねえー、6。7月16日のまあ、僕は昼過ぎにこれ収録してるんですけど、発表されてしまいましたね。まあ、昨日から出てましたけども、横浜 f マリノスハリーキューベル監督まあ、契約解除という形ということで。 暫定的にハッチンソンコーチがまあ内部昇格するという形でまあ出ましたけれども、まあ、これは誰にとっても悔しいことなんじゃないかなってな感じています。これはもう キュウエル監督もそうですし、もちろんこれをお聞きの皆さん、ファン、サポーターの皆さんもそうですし、あと、こうやっぱり何がどうあれ、ACL 準優勝まで行ったチームかつ監督ではあるじゃないですか、まあ、その方がなかなかその後っていうのは、これはちょっとリーグとしても考えなきゃいけないこととか、チームとしても考えなきゃいけないこととか、いわゆる彼の例えば手腕みたいなところ。 だけじゃないですよねどう考えてもね。えー、ただとはいえ、まあ、ちょっと今、よろしくなかった状況、もうこれなの間の鹿島戦は勝ったにせよ、よろしくない状況が続いていたってこともまたしかりっていうところがあり、まあ、一体これからまあマリノスとして、えーまあ、これキュウエル監督は離れる形になったとしても、ハッチーのコーチなのか、それとも外部から新たりに人がやってくるのかってところを踏まえた上でえで、ー、マリノスが一体何を改善していかなきゃいけないのかなっていうことを、まあ、やっぱり僕はデータマンっいうところがある。 人を取ってどうにかなりそうな感じでは僕はないと思っています。っていうよりも意識、でただそれにはある程度共通認識を持つための時間が必要だったので、まあ、正直、結論言ってしまえば QL カードに直してる時間なかったよねっていうのは僕は思ってますだから、実はこれ、もう標識に出してますけど多分もう1分半ぐらい経ってるんで皆さんもはって思ってる方いると思いますけど。 優勝の時に1位だったとある項目、まあ、とあるって今日8個ぐらい持ってきたんですけど、実は全部そうなんですけど、あの優勝の時は1ホットとか1位で、今がね、実は最下位だっていう項目があるんですよ、明確に。でしかもなんか似たような項目、全部そうなので、 ああ正直これだなって思う部分ではあったりします明確にここなんだなっていうところ、まあ、課題は圧縮意識とも書かせていただいてますが、まあ、プレスっぽい話にもなりますけど一体何がどうなのかってことを、まあ、いろんなデータ踏まえながら話していければと思いますので、えー、またこういうことを定期的にまた動画出していきますのでチャンネル登録をとって,ておられると助かるよっていうところとなんか皆さんにも何かいいデータ情報を持ってこれるよってところあるんでぜひぜひよろしくお願いしますイルアカも含めましてこちらもよろしくお願いしますということで、えー、いきましょう その話でございます、えーまあ、改めてですけど、現状こんなチームですね、西村君が帰ってきて、まあ、ジャック・ルード選手が入ってきて、まあ、何か怪我人がいたりだとか、あとは移籍してしまった選手とかも何かいたりはしますけれども、まあ、キューベルさんが解任となり、まあ、解任というか契約解除ですね、ハッチソンコーチが暫定で内部職格しましたと、で,であったとしても、先ほども言った通り、えー、選手が増えたとしても、いに減ったとしても、例えばガラッとほとんどの人数を入れ替えたとしても、監督、 コーチも含めまして、みんなでやらなきゃいけないことがどうしてもあるよと、それがまあもちろん正直、ピッチ外のところにもあるなと僕は感じてますが、それをそこまで僕がこれ言ってしまっても何の意味もないので、ピッチ内のところで改善できることに関してを話していきたいなと思います、その中で、じゃあ、そういうデータが揃っているは揃っていたとしても、じゃあ、なんでそれをそれで鹿島戦は勝ったのさみたいなところもお話していった方がいいのかなと思うので、それも含め、それは多分またこのシート戻ってくる形になると思いますけど、え、ー でまた話していこうと思いますので気づきよろしくお願いします。でそのマリノスに関する話に関しては月曜日の夜のねマンデライブでもちらっとさせていただいたのと、もう大きいところではその後夜のメンバーシップのところですね。あのー、もちろんこれあのいわゆる板橋さんのいわゆる高馬さんでのねあの防記事のことを触れてはいません。 ならそれは僕もまやってるんで分かりますけど皆さん、有料記事に関してはもちろん有料のところにちゃんとお金を払って見ていただければと思うので僕が知ってる情報のところからちょっとお話をさせていただいたという形になっておりますのでこちらもお聞きいただけます幸いでございますとただ、そういう噂の話だとかあとはそのピッチ外に伴うそういう現象のところはまあ,まあそちら話したのよ、メンバーシップの方でも。 でまあ、そのさ、端的に誰もが分かってるところで言うと、いや、無理だって、週2で、しかも海外も含めた上で、だって1週間の中で練習やってたのってさ、170分ですよ、無理だって直すの、相手の対策もしなきゃいけない中でで、頑張ってよ、初年度,度、監督初年度で。 ヒューエルさんはでもただそれを受け入れてくれる人が一体何人できたのかっていうところはちょっとそれが難しかっただろうなっていうのはちょっと思ってますけどね。まあ、それはさてておいて、まあ、僕はデータマンなので まあやっぱり今言った通り移籍探偵的なこととかあとはそういうい正直、ピッチ内よりも外のほうがまあ一番大きかったまあ信頼、よくも記事にもいろんなところで出てますけど信頼がどうだとかそういうところとかも正直あったと思うし怪我人もあんだけ出たしさそういうところで考えたらまあ立ち直せなかったからってことあるけどだからもしかしたらマイノスの中としては直せただろってところもあるのかもしれないし信頼関係のところがあまりうまくいかないところに行っちゃったからとかってこともいろいろあるのかもしれないけどあくまで僕はデータマンなの。 でやっていきたいってこととすればもうデータの側面から僕は皆さんに対して、えー、解決策ということかとかを話していければなとうう思っております。ということでここからデータの話参、まあ、りましょう。わ、まあ、かりやすく2022年との比較をしてみましょうか。こちらでございます左が今期ですね2024のデータになっておりまして右が2022年のデータでございます。でまあ、データって言われてパッと思いつくような簡易的なところだけバーっと持ってきましたよ。えー、なんで上から順にいってもまあ特定数は減ってるね。右が 改めて優勝年ね。で、24が今年ね。で、1社平均のものなんだけど、まあ、得点数は減ってるよ。で、枠台本数もまあ、1本レベル、1本も。 え差は減ってない。0.9本だけど、まあ、減ってるよ。シュート数は正直0.1本なんで誤差だなと思いますけど。で、決定率は13%より100、100本打って13本入ってたのが、だいたい9本なんで、まあ、4本分減ってるからまあ、それちょっと減ってるよ、えってところはちょっと思います。シュート数が変わらないのにってことを考えても、バック内部、そしと,とは決定率みたいなところなのかなと感じますけど。って言ったら、ある程度、ペナンナーに入っていくとか、アタッキングサードに入っていかなきゃいけないってことで考えたら、それらもちょっと減ってたよね。 ダントツに増えてる4本近く増えてしまっているだからこそ、まあ、ピンチに直面する率ってことも増えてしまっていてだからこそ失点も増えていて失点率も増えているとまあだからまあそれは2020年は優勝した年なんでまあそこから比較したらまあそれは下がってるよねってことには正直なりますだからこれだけまあそれはそうだって話にもなっちゃいますけどだから優勝した年の基準として考えるんであれば <laughs> おい悪化してるじゃねえかよくねえだろうじゃあ帰ろ まあ、みたいな意見が出てくるのも、まあ、まあ正直そこで考えたら分かりますただ、これめんどくさい話としてあるのが確かに2022年優勝したシーズンの,この右側のデータの中でオフェンス項目に関しては正直ほぼ全部確かにリーグの中でも1位なんですよ。 フロンタルとかも当然落ちて押えて1位なんですよ。ただ、左側の2024に関しては、あの確かに20。22よりかは悪化してるんだけど、やっぱシーズンによってとかほら5人交代制のやっぱりこう。あれもこう高まってきてるしさ。var に対してもその理解度とかも高まったりするでしょ。 で正直今年に関してはマリノスだけじゃなくて正直ほとんどのチームセンターバックで苦労してるじゃないですか、大怪我の人とかも出てしまって、だからね、何個かの項目はリーグ1位のものもあったりするわけですよ、まあ、だからちょっとそういうところで考えても仕方ないなと思ってて、まあ、どこを取っても優勝年のほうが上ではあるんですけども、あくまでこれって結果値でしかないなっていうデータではあるんですよ、でただその代わり、だ今日持ってきたのはここで、まあ、プロセスのデータだって話ですねいや、表紙でもちょっと語りましたよ、僕は。 課題は圧縮意識なんていうふうに言わせていただきましたけど結果はその打ちましたとか入りましたのところじゃなくて。 えー、それぞれのところのもっと手前のところのデータみたいなものをちょっと今日公開してみたいなと思いますで表紙にもあった通りなんですけど2022年優勝者シーズンでは、えー、大多数の項目が1位だった今からご紹介するね大多数の項目が1位だったんだけど2024年現在で言うと特にやっぱり ACL たりが混んだりしてからあの過密日程というかあの G リーグの方で広島戦とか突戦とかの延期したじゃないですか。あのあたりぐらいか からガタッと落ち始めたようなデータがあって、全部一緒なんですよ。あのシュート数とかそこら辺はあんまり関係はしてないです。なんなら特定に関しは上がったりしてるんですけど、よくないなってのはこれでしたね。要は、プレス精度と、あとそのプレス、あとまあブロックも入ってくるんですが、まあ、いわゆる守備、非保持になったときに、 比収とまでたどり着いちゃう率みたいなところがあまあちょっとよろしくないデータになってしまっているというところがありましたどういうことっていう風うになると思うので、えー、まあざっくり図解するところからお見せしていきましょうか、えー、ちょっとこちらご覧くださいこのプレス精度とかプレス時比収と率、U、はどういうことなのかってことなんですけどまあ、パッと これ下から上にマリノスが攻めていると考えていただきたい、であとは上から下に赤のほうが攻め,てくると考え攻めていると考えていただきたい、まあちょっとマリノスがそもそも青のチームなので大金にするには赤がいいなと思って赤系にしたんですけど、まあ、ちょうど思えばたまたま4 4 2で赤って鹿島じゃんって、ちょうど最近のあれになっちゃったっていうのは、これあのー マジでたまたまです。あの、本当たまたまなので、そこら辺なんか何もかくんがらないでください。で、基本立ち位置なんですが、まあ、いわゆる442がとてもわかりやすい。やっぱ4123とか4231のいろんなチームあったとしても、最近だったらこう、守備の時にブロック組むよってなったら、442で組むケースがやっぱり多いので、結局にフォーバックで話した方がわかりやすいなってところがあったから、まあ、マリノスは最近使ってる、まあ、今年使ってる、キューベレさん使ってる、4123にしたし、い 相手はあとと4-4ってしたよいいう形でございますで今回はプレスとかブロックみたいなあまりの,そのいわゆる非保持の段階の時の話をしたいよということなのでボールは相手が、まあ、今回は右のセンターバックの選手がまあ持っているよという形で進めさせていただきますと。 で、まあ、プレスの教科書みたいな感じで考えたら、まあ、いわゆるこういうふうになるわけですよ、できるだけ敵陣に入っていって、全体的にマリノスの皆さんがこうキュっとコンパクトになってっていうところですね、で水色のラインが敵、まあ、陣にボールがある,ある場合で言うんであれば、まあ、プレスのラインで考えると、まあ、前線、まあ、中盤の選手とフォワードの選手のところで考えると、まあ、水色のラインの位置が出てハイプレスっていうふうに言えるだろうし、これでぐぐっとみんなで敵陣に押し込んでいって、まあ、ボランチ、アンカー、センターバックの間ぐらいでもボールを奪っていきましょうみたいな。 もののが、まあ、ミドルプレスのラインとと思思っていいいいただければいいのかなと思いますででラインを全体的にこうググッと押し上げつつちょっと横幅、できるだけ広げちゃったところはあるんだけど全体的にはこうコンパクトにするような感じで、えー、キーパーのくフィールドプレイヤー10人が位置個体となって動いているような感じで、えー、あやってくれてれば、まあ、いいよね、それで前で取れたらハイプレスだしそこでこう止まってこうボ,ールをボールを奪いに行く動きだったらハイプレスだしそこで止まってこう守備の、ね、ラインを作っていくんだったらまあブロックだしということでハイプレス、アインド、ハイブロック。で黄色の ミドルプレスミドルブロックみたいな感じで考えていただければいいかなというところなんですがじゃあマリノスでは最近どういう風になっていたかというとまあちょっとざっくりハイプレスとかミドルプレスの時の平均的な位置というかまあざっくりだったらちょっと分かりやすく図的に言うとさせたところもあったりしますけどこんな感じになってしまっているまあ分かりやすくパッパーパッパなんか見せますよえ教科書今のマリノスえ教科書お今のマリノスもう一回え教科書そして 今のもう、スマホで見てる方、ちっちゃくて分かんないっていう人もいるかもしれませんけど、それでもなんとなく、あなんか広がったなっていう感は分かると思います、まあ。もう今日の結論でもありますけど、要はハイプレスとか、ミドルプレスとか、 まあそういうふうにこう、圧縮しなきゃいけないよ、コンパクトにするぞ、みたいなところの時に、攻め方というかみんなでがっつり攻めたからとか、やっぱりマリノスといえばサイドバックの選手もこう上がってきて、それで根筋転換するみたいなこと全然あると思うし、それがいいところだと思うんですけど、それがですね、昔2年前と比較すると、おお、それで、サイドバックの選手も上がってきて、うわ、足行くって攻めて、それがロストしましたっていう風になった後とかの、 ちょっと全体のまばらさ加減っていうところがちょっと良くなかったなーっていうのがあるんですね。で、まあ、これ、じゃあなんでなのかって言われたら、まあ、全体的にもしかしたらこう攻めの位置とか、その侵入する経路とかっていうのが僕らが思ってる以上にちょっと選手の中でちょっとまばらだったっていう可能性だとか、今じゃあ相手にボールを持たれたぞっていうところで、ハイプレスでもう前線の選手からスイッチ入れて、ガンガンボールを奪いに行こうとするのか、 ちょっと前線のところでブロックを作って例えばサイドバックの選手いわゆるそれで相手のビルドアップを1回阻止した上でえでマリノスのサイドバックの選手たちを1回落とすとか中盤の選手も1回落として自分たちの守備の規律を作る時間を作ってからやりたいというそのプレスからまず行くのか例えばブロックを作るのかそ,のそれぞれプレスにするにしてもブロックを組むにしても。 高い位置からかけに行くのか、それとも真ん中で一回じっくり寝ぶろうって形なのか、そこら辺がもしかすると、相手の状況設定次第における約束事がちょっと薄れていた可能性っていうのは否定はできないのかなという形でした。でなんで、じゃあ何がさっき言った最下位なのみたいな話なんですけど、細かく言うとこういうことでございました。 要は敵陣で、まず一番上からなんですけど、敵陣でボールをロストした場合、J、えー、リーグの今の20チームの中で、えー、その後自分たちがロストした、あ、やべっ,っていう風になった後に、 えー、いわゆる非シュート、いわゆるシュートまで打たれてしまっている確率っていうのが20チーム中ワーストでした、同じようにいつはハイプレスとかミドルプレス、あとはそれ奪われたからすぐ奪い返すぞみたいな感じのカウンタープレス、それぞれプ,ロスプレスを仕掛,ける仕掛ける回数に関してで言えばむしろリーグの中でも上位だったんですけど、そのプレスに行くのはいいんだけど、いわゆる成功率というか、それでこうじゃプレス剥がされましたっていう風になった時にシュートまでたどり着いてしまう率っていうのでいうと、ちょっとよくない。 というかハイプレスとかに関しては最下位で、えー、ミドルプレスとかカウンタープレスに関してはシーズン全体だったら18位とかだったと思うんですけどあちょっと正直、ここ10試合とかで見るんだったら、まあ、残念ながらというところになっていて要は、あとはまあブロックハイブロックミドルブロックそしてあとは自陣で守るようなローブロックに関しても自分たちがロストしましたとか相手,にじゃあ相手がボールを持っている状態プレスしますまたブロックを組みますみたいなところででも打たせているという側面もちょっと正直あるのかなとは僕は感じている部分はあるんです。 けどただ、あのあまりにちょっと前回2022年の,その優勝の時に比べるとあのあからさまにそのコンパクトさっていうところの欠けているところがあったで縦に関してもそうだし横に反してもそうだしでもただ実は面白いのは縦と横のなんてうんですかその全体のその正方形とか長方形とか全体の,その四角形ができるわけじゃないですかその中の長さに関してはそんなに遜色はないんだけどここで見てみた時のじゃあ 高さがある。 センターフォードの選手はここにいる、センターバックの選手はここにいる、ウィングの選手はここにいるとかって、幅のところはいいんだけど、中がちょっとごちゃっとしてるときだとか、あとは中がすっとこうできているときだと、ちょっと外のやっぱり高さ設定とか横幅の設定のところがあまりよくなくてっていうので、だもしかすると僕らもこう画面上とか、それこそスタジアムとかで、でものによってはもう、ね、見,見れない試合だとかもありますから、だからちょっと分かりづらいっていうか、もう完全に何ってこと、今のところ言えなくなってきたものもあるかもしれないけど、もしかすると相手のボールを運びたいとか がこれからボールを持ち上がっていきたいような方からすれば、あ、ここ空いてるじゃんとか、あ、ここからここ通したら、今の周りに立ったら通せるかもしれないぞって思わせてしまった側面っていうのはあったのかなというところですね。やっぱり2022の優勝のときと比べてで、そこがもちろんそこと比べるのは果たしていいことなのかと言われたら、僕はそうじゃないんじゃないかなとも感じますよ。だって、ポステコグルーさんの1連目とかと比較するべきだと僕は思うので、 2022年じゃあ持ってきたのはなんでなのって話になっちゃうかもしれないけどあくまで対比構造としてねって話まあやっぱ1年目同士で掛け合わせる方がいいただ、ボセゴ・グルー監督もその時は監督の1年目ってわけでもないから,からそうなってくると要は今、熟成の状態にあったこのチームさらにそこからより一つ上に引き上げていくっていう中でいかにこう経験に優れた監督さんっていうところであったとしてもまだ監督経験がそこまでこう10人分にあるような方ではないかと連れてきたっていうところが もしかすると、いわゆる抜擢における課題点ってことも言えたかもしれないですけど、ただ、そうなってくると、ここってあのコーチのことも入ってくるじゃないですか。だって、これ、データで出てる、しかもまあ僕,、まあね、僕もそのデータ関連のお仕事はさせていただいてはいますけど、こういうときはやっぱデータでこう分かりやすい状態で出てきてるのに、改善できなかったってことは、改善できないだけのチーム構成であったのか、でただ、そうじゃないじゃない、マリノスって、すごくいいチームだし、強いチームだし。 すごくこの心的なところ心的なものを持っているような方々選手が多いじゃないですかだから、その方々あのやっぱ戦術,に戦術力に長けたような選手たちでもできなかったってことはもしかすると改善するためにこれがだからもし1時間で改善するものでは僕はないんじゃないかなと思っててこれがだから数時間かけて改善しなきゃいけないだけど、その数時間って言っても対戦相手の分析とかそれに対する落とし込みいわゆるこのか自分たちのここにおける分改善点ってのはあるけど他にもやらなきゃいけないこともあるわけで。じゃ 数時間分の課題解決のために使わなきゃいけない時間が本当に最近取れていたのかって言われたらちょっと根深かった問題なのかなともちょっと感じてはいます。うん なんで、えーまあ、正直、時間がなかったっていう説は僕はあると思うのである程度、時間をかければ特にこれからあやっぱり中断期間があるだからこそ今の段階での解任というか契約解除になってここの間でみんなでこう落とし込んでいこうってことにしたんじゃないかなと僕は感じる部分はあるんですよだ後半戦で見たらここのプレスだとかブロックのところが改善されてるんじゃないかなと思うし実際鹿島戦に関してで言えばあの逆だ、なんか面白かったなと思うのはあの鹿島戦に関してはプレスしちゃえばいい。 いいじじゃんんってて感じしたんですよね要は自分たちが失敗するかもしれない、だから後ろ取られてしまうかもしれない、シュートまでつながれてしまうかもしれないということは分かりつつだったけど、今の鹿島がちょっと佐野海修選手が抜けた後でボランチで奪い手が2人だったのか、知念選手1人だけになったってところはあるので、柴崎選手はそういうタイプではないから、だからガンガン押し込んでみたら、ちょっと鹿島があんまり、まあ、押し込まれると実はちょっと鹿島もちょっと苦手っていう時期でもあったりするので、だそこをうまくついて、ガンガンちょっと行ってみようぜっていう風にしたら結局4点に繋がったかな。特に前半最後とかで 天野選手が決めたからよしいけるぞっていう風になって後半、またその高い意識、その前にこう押し込んでいくぞっていう意識をみんなで誓えることができたからあの試合は勝ち、しかも4点まで繋がったんじゃないかなと思っててただ、それ以外の試合のところがもしかしたら心にも疲労うってたかもしれない肉体にも疲労うってたかもしれないというところでそれぞれの選手にいろんなメンタルなのかフィジカルなのかいろんなコンディションの差があったからこそ今、プレスなの、ブロックなのハイなの、ミドルなのなんだったら自陣まで引くの,自まで引くのっていうところがちょっと意識的に設定することが 難しくなっていたんじゃないかなというふうには思いましたなんでそこの意識面 に関して、まあ、課題は圧縮意識と書かせていただきましたけどどうコンパクトにするのか相手が誰でどこにボールがあるときに、えー、コンパクトに保ってハイプレスなのかハイブロックなのかもしくは相手がどこのポジションにいるときにミドルプレスなのかミドルブロックなのかってことを改めて再確認することができたらやっぱりマリノスはやっぱり2022年の時のくらいの実はオフェンスの方はそんなにこう差があるわけではないのでそのプレスのところで、えー、いわゆる取り戻すことができたら要は守備にかかる時間があまりにも増えてしまっていたとか 自分たちがアタッカーの方々が攻めれている時に最近うまくいってなかったから90分間、1点しか取れてなかったからその中であーこれシュート失敗したらそれでまたつながれちゃったらどうしようみたいなそういうなんかメンタル的な問題はあったと思うんですよ。よ だそこが解消されたら、この問題ってある程度、いわゆるディフェンス面のところが解消されて失点だとか非シュートだとかが減って、その代わりシュートとかが増えてて得点が増える、チャンスメーカーが増えるって形になると思うので、これからのところで意識をどれだけ取り戻していけるか、そこが注目される部分なんじゃないかなと思いました、なので補強とかの話もまあ上がるとは思うし、ジャンク・ルートさんはもうやってきたとかってことがあると思いますけど、ただ、それ以上にやらなきゃいけないことは、それぞれでどの時に何するのっていう、ケーススタディみたいなものなのかなと思うので、 マリノスがいったそこら辺をこれからまたね刷新してどこら辺までこう順位を高めていくことができるのかそしてファンサポーターの方がやったこれはマジで解消だって言えるようなそういうようなねシーンを何回こう作ることができるのかそんとこも注目されるところなのかななんていう,ふうに 思いましたまあキーウェル監督からしたらね悔しいってところは本当はあると思いますけど、えー、あとはもう後半戦向けてね毎日また今度 a c でエリートも始まりますから、えー、またねリベンジなんかもしなきゃいけないよってところだと思うので、えー、またどんな感じでこうて、ねえー、高みへ上っていくのかそんなところにも注目していきましょう野民のみ佐でございました今日皆さんお聞きいただきましてありがとうございましたチャンネル登録高評価ボタンも押していただけると嬉しいでございますまたどうぞよろしくお願いしますそれでは